昨日ストレッチ素材のジーンズが欲しくて見に行ってたんだけど、まあその場では買わないんだけどさ、見て通販で買って、で通販で買えばポイントが貯まるから、そのなんかストレッチ素材のズボンは大型ショップだけど、超大型ショップじゃないとそのストレッチ素材ジーンズみたいなやつ売ってないらしいんだよね。通販だったら売ってますかって聞いたら、ありますよって言うからね、通販で買いました。とりあえず2枚買って、破れやすいけど、使ってるうちに破れやすいんだけど、ね、なんか履き心地はいいからリピートして買ってるんだよね部屋着とかなんか気軽に近いところでね履きたい時とか、あとジャージも仕事用に欲しくてジャージ買ったんです。ほのさんさ、仕事用のジャージの紐がさ全部ぶち切れちゃってさ、とりあえず輪ゴムで留めてウエストを細めてね、最初変なところにさ輪ゴム留めててさ、あの輪ゴムで留めたらさ変な凹凸ができるかバイトの子にさ、このほのさん、この出っ張りなんですか言われて、輪ゴムで留めてんだよって、ちょっと T シャツの上からなんかシルエット出てんじゃん。お察し察していただけたらわかるんですけど、この出っ張りなんですか、この T シャツの上から出てるシュレットああ輪ゴムで留めてんだよって言って、まああの T シャツ下に下ろすのを戻すよねそんでバイトの子が大爆笑してたなんかさ、あの紐通そうと思ったんだけど、なんかそのアディダスのズボンがどうしてもさ紐通らないのよ行き止まりに、なんかもう真ん中行ったあたりくらいから紐通すやつ行き止まりになって全然進ませてくれないから、しょうがないから新しいの買おうと思って泣く泣くしばらくその輪ゴムで耐えてたとなんかもうどんどん全滅してくの、ジャージの紐が。あ、これも切れた。あ、ついにこれも切って。この前もさ、あ、ついにこの最後の紐がついてるジャージも紐が切れちゃった。もうどれを履いていけばいいのよって、もうしょうがなく輪ゴムつけて。これ前じゃなくて横につけたらどうですかって言われて、確かにって思って、ちょっとなんかもう忙しかったからいろいろ後回しにしてた。ようやく休みになったから昨日気分転換に洋服を見に行きました。100均も寄ってね、これ切り抜きにしよう